んだよ真面目なことだからジェットコースターとかも作る工事とかしてるもんでジェットコースターとか作るもんでまだまだだけど実際にこうはそういう工事とかで仕事してんだよみんな真面目だよただの工事で外国の人が来てあの出張で来て作ってんだよそれぐらいやばいだよまだジェットコースターは作れないんだけどまだあの遊園地はちょっと半分ぐらいは遊園地作ったんだけど あの後でまた修理する可能性もあるし、分からん、ゴーカートもあるし、ゴーカートでもいいじゃん、楽しいじゃんって、ただ、車の免許は北朝鮮は取れるかなと思ったんだけど、車の免許とかも、そうそう、バイクとかも免許も取れるかも可能性もあるし、だから考えたら考えたなりに、そういう仕事、いろいろあって。でまあ 北市にも警察官を作ってだから捜索員とか作って警察官、真面目な人だよ万引きをとか見たらそう,そういう人たちを捕まえるだからまだまだだけど、状態だけどで、まあ、今は普通だけどまあそういうことだよ北朝鮮についてはまあ、そういうことだよ北についろ、まあ、いろあってねまあ、人生だよ自分の人生でまあ、昔の人生はまあ、みんなに謝ってたじゃんで、総理大臣に謝ってたじゃん で謝ってたもんで、自分の人生が台無しにして、バカにしちゃったって、最初はバカにしちゃったんだよ、その人が。自分で言ってるだで、ね、だからそれで今は真面目、そのことで。